中華偽装は、横浜市や神戸市にある華人、華僑系の共同墓地。開設当初は仮埋葬所であり、棺の仮安置場所としての性格が強かった。横浜中華偽装神戸、横浜等の中華街を拠点とする日本に在住する家境、華僑、華人の歴史は、近代の開国と共に始まり、彼らのための公共墓地が中華偽装として設立された。日本華僑は福建、復権、 関東、台湾等の出身者を、主とする。神戸からは文化し、京都の華経のための京都華経霊園が大爆衆、満福寺に開かれた。鎖国の時代にあっても、中国との交易が続いていた長崎では、総福寺などの塔寺や、稲佐御神寺等に、東神墓地が併設された。明治時代には、国際貿易港の神戸港や横浜港の近隣に、外国人墓地と、 中華偽装があった。同時代の中華偽装は、日本政府が定めた外国人墓地とは異なり、新国人が年に数回ほどまとめて、新国へ遺体を移送するための仮墓地であって、公開中や上陸後に死亡したものを仮埋葬するための区域であった。しかし、一部がそのまま放置され、時代とともに、歌人、歌境系の共同墓地となった。歌境 家人の墓地と一般的な日本の墓地との最も大きな相違点は、家境墓地には高度、土人として土地神の石碑が建てられることである。長崎では日本人墓地にも土人が建てられることが現在も一般的であり、これらは中国の習俗が日本に影響を与えていると考えられる。高度、土人等の土地神の石碑の建てられる位置や、 墓地における採取の方法は、長崎、神戸、京都、横浜では異なっている。横浜中華偽装の地座応廟。ありがとうございます。